私が学生の時になぜかビートメーカーの大会みたいなのがヌーンであって、それの審査員をしたんですよ。なぜかなんでなんだろうって思ったんですけど、私もなんで私でいいのかみたいな感じだったんですけど、関西のラッパーのジャンボラッカーさんとか、あと当時ストンプで働いていて、今はあれですね、北加賀屋のダフニアっていうクラブとかをやっている、小坂くんが審査委員長をして、他には、さっきのジンで、そのレビューもしてもらっていたメメントさんっていう方とかが他にもその審査員でいて、その中になぜか私がいて、ビートの大会の、ゲストで出てたビートメーカーがグリーンアサシンダラーとかで、まあ、だからちょっと交流もあったというか、っていうのもあったんですけど、すごい昔から応援していますというか大好きで、ただのファンです、はい。なんでその審査員した時とか、なんで私ここにいるんだろうみたいに思いながら私なんかが審査できないみたいなできませんって思いながらあの審査員のこうブースにいたんですけど楽しかったし、恐縮ですという気持ちでいっぱいでしたね。大阪芸大に通ってました。高校生の時にもともとは服飾系に行こうと思ってたんですよ。服も好きだったんで、服飾行きたいなみたいな、文化とか行きたいなみたいな勝手に思ってたんですけど、絵描くのも好きで、母親になんか芸大行ったらみたいな感じで言われて、で、あ、芸大もいいかもみたいな感じで、なんとなくこう志すようになって、でいざ進路を決めるってなった時に、なんかすごい空間演出とかなんか家具とかにちょっとハマってたんですね、なんか高校3年生ぐらいの時に。でやっぱりそっちがいいかもみたいな、すごい気分でっていうかなんですけど、だから高校生の時にこう進路希望調査みたいなの出すじゃないですか。その時に毎回第一希望に文化服装みたいに書いてたんですけど、高3の最後あたりに急に芸術系の大学みたいに書いてて、でなんかその時に顧問だった美術の先生が大阪芸大の卒業生で、何個かむさびとかいろいろたまびとかもあるんですけど、なんかいろいろ見てて大阪芸大もその候補に入れたっていうか、なんかそんな感じでした。美大ならではか分かんないんですけど、学生時代にスペースデザインコースだったんですけど、私的にスペースデザインコースを選択したのはミスったなって思ってて、好きじゃなかったっていうか、好きじゃなかったっていう言い方はおかしいな、家具とか作ったりするじゃないですか、私めっちゃ力が弱いんですよ。木運んだりとか家具作ったりとか、そういう力作業がすごい苦手だっていうことが発覚して、そこでスペースデザインコースじゃなかったかもみたいに思い出して、でそっから授業中とかもグラフィックをやってみたりとか、なんかパソコンいじって一人で遊んでたりとか、ジン作ってみたりとかで、なんかまあ学生時代にそういうジンを作ってたんですけど、映画についてみたいなジンを作ったんですね。取材というか、おすすめの映画を教えてくださいみたいな 本を作って、その中で、レコメンドしてくれた人たちの中に、芸大の教授のスクリーミングマット・ジョージ先生がいるんですけど、映像学科に。で私すごいマット・ジョージ先生のバンドが好きで、ザ・マットっていうバンドが好きで、もともとファンだったんで、でも映像学科なんでこう会うタイミングがないんですよ。でしかもマット先生の授業ってすごい人気だから、授業取りたくても私落ちちゃってて何回か、で結局4年間取れずだったんですね。でどうにかしてエンカウントしたくてっていうのもあって、そのジンを作ったんですけど、ジンに出てくださいっていうか、
協力してもらえませんかって言いに行って、1回だけランチを学校で一緒にして、なんかそれがすごい私の中では思い出です。そうですね、うん、この映画のおじんの時は映画評論家とかをしてる田辺裕樹さんっていうあのライターの方と、あと、赤犬っていうバンドのロビンさん、ロビン前田さんと、あとブッチフローっていうサイケっていうかストーナー系のバンドの、ヒロスさんっていうメンバーの方、これ映画に詳しいんですよ。で、あとまあロビンさんとかも映画についての文章とか書いてたりとかしてたんで、もともとなんかお願いをしたりして、あとその時の、ジンの、そのカバーガールみたいなのを林直美ちゃんっていう未来スカートっていうアイドルがいるんですけど、それの元メンバーで、その時期にちょうど林直美ちゃんの主演の映画があって、それがクランクアップしたあたりだったのかな、ちょうどの時の撮影でだったんで、なんかまあ映画関連でいいかなって思って、その子をカバーガールにしたりとかで、それをこう大学に置いたりとか友達に渡したりとか、古着屋、私が学生時代に古着屋さんとか、あとバーで働いてたんで、そこに置かせてもらったりとか、他の店舗にも置かせてもらったりとか、なんかそういう活動をしています。ムードっていうジンを作ってたんですけど、これが1個目で、レコードと僕っていうなんかレコード屋さんで撮影、タイムボムで撮らせてもらったんですけど、これカバーガールは最高ジェネレーションっていう、最高ジェネレーションのプロデューサーさんがもともと知り合いというかで、それでこのパピムムちゃんっていうメンバーの子をカバーガールに使わせてくれと私がお願いして使ったんですけど、写真 を撮ったりとかして載せて、で私もこうバーッと文章を書いたりしてるんですけど、そのタイムボムでもともと働かれてた秋葉さんっていう方がいるんですけど、その方に気に入ってるレコードを5枚選んでもらって、それをこうパンパンパンと載せてるんですけど、これとかは、ミディサイっていう、レイブをずっとやってる、DJ のカシュウ君っていう方がいて、その方にこうセレクトをしてもらったおすすめの5枚というかです。そんなのが、これは、キングコングに勤めていた、メメントさん、コラージュアーティスト、ジャケラージュっていうカテゴリーのアートをやってる方で、なんかその人に選んでもらったおすすめの5枚で、でこれはちょっと4枚なんですけど、あのルーザーっていうショップが大阪にあるんですけど、そこのオーナーさんので DJ もやってたりするまゆみキラーさんという方に選んでいただいたりとか、レコード屋さんがの方とかが多いかな。これもディスクユニオンの大阪のお店で働いてるグラディ君っていう DJ の子に選んでもらったものですとか、なんかそんなのが、あとはなんか私がジャケの感じで可愛いなって思ったの、青いやつを並べてるページとか、レコードのいいとこっていうか好きなとこみたいなのをちょっとこうコメントしてもらったりもしてて、なんかそんなのを作ってました。こういう大学に置こうと思って作ったジンというか、なんかすごいこうイケてる先輩たちがいるぜっていうのをみんなに教えたくて作ったのが始まりで作ってました。すごい私がクラブとかライブハウスみたいなとかにすごい遊びに行ったりとか、あと、まあ、レコード屋さんとかもレコード好きだったんでレコード屋さんに遊びに行ったりとかみたいなこともしてた学生時代だったので、この中で取材した人たちはある程度知ってる状態からお願いをしたというかって感じですかね、うん、就活という就活は全然してなくって、
なんかスーツ着たくないし、髪の毛もピンクのままがいいなってずっと思ってて、なんかそういうのが OK なとこがいいなみたいに思いながら、こう大学3回生を過ごしてたんですけど、3回の終わりぐらいになるとみんな就活の準備し始めるじゃないですか。何になろうかなみたいに悩んでて、その時にみそののバーゆとりちゃんで働いてたりとか、あとアメ村の古着屋さんハグスっていうお店で働いたりとかしてたんで、まあでもそれも楽しいし辞めたくないから、そのままフリーターになろうかなとかなんかいろいろ考えてたんですね。一個上の友達でアパレルに進んだ別の大学の子なんですけどがいて、その子にうちの会社どうかなみたいな、受けてみないみたいな感じで言われて、でまあなんか説明会的なのとか何にも行かなかったんで、その大学である就職活動セミナーみたいなのとかも私何にも行ってなくって、何にも行ってないからこのままじゃちょっとやばいかなって思ったりもして、誘われた企業のアパレルの説明会に行って、いろいろその説明を聞いて、その企業もすごい面白そうだなって思って、その説明終わりにこう感想を書く資料的なのに、なんか次の面接、次のステップがなんか面接だったんですよ。でなんか面接に進みますかみたいなのがあって、なんか一応受けてみようかなみたいな、何にもやらないよりかはって思って入って丸をして、で数日後にそこの面接を受けて、でこう何回も何回もっていうかもう3回ぐらいかな、あの第二次面接とかあるじゃないですか。なんかそれを受けていって、最終的にそこで内定をもらったんですよ。で結構内定決まったのが早くて、4月、4回生のもう春には内定を確かもらってたのかな、だったんですよ。で最初はもう内定決まったしそこに行こうかなとかも思ってて、まあそこもアパレル服も好きだしいいかもって思ってて、ここに行こうかなとか思いながら、ジンを作ってたんですけど、ジンを作ってたらそのゆとりちゃんっていうお店にで働いてて、そこのオーナーさんが今私が働いてる会社の私のいる部署の編集長と知り合いで、でなんかその編集長がなんかこう面白い子いないですかみたいな感じで、面白いところないですかみたいなのをうちのオーナーに聞いた時に、私がジンをこう置いてるのを知ってたから、こういうちょっと編集とか興味のある子がいてみたいなのからスタートして、こう話が進んでいって、その媒体で音楽レビューを書くことになったんですよ。すごい小さい枠だったんですけど、なんかそれをその枠をいただけて、で大学4回生の時はジンを作りつつ寄稿もしていて、って感じですね。でそういうのをしてたらやっぱりなんか雑誌の仕事もしたいなってなって、でこうそっちでも内定もらってて、まあ今の会社からも声をかけていただいて、で悩んで悩んで今の会社を取りました。